ISS の天体写真。他の天体よりも速い速度で移動していることがわかる。スミソニアン天体物理観測所によって人工衛星の追跡を目的として1958年に東京天文台三鷹観測所に設置されたベーカーナンカメラ人工衛星観測は地球を周回する人工衛星をトラッキングし地上から観測すること。 このことを趣味とするものは、サテライトウォッチャー、トラッカー、スポッターなどと呼ばれる。人工衛星はそれ自体が発光しないので、太陽の光の反射によって見ることができる。昼間は空が明るすぎるので観測できる。時間帯は必然的に夕方か明け方に限られてくる。また、光は白色であり点滅しない。もし人工衛星と思っている光点が、 周期的に点滅したり赤色であったのならそれは航空機である可能性が高い。惑星や恒星、彗星の軌跡とは異なり人工衛星は光点が天球上をゆっくりと滑るように移動していくように見える。肉眼でも確認可能な人工衛星は300以上存在すると言われる。現在最も大きい人工衛星は国際宇宙ステーションだが この ISS が天頂付近を通る場合は金星や木星よりも明るく見える。衛星のスポッティングを支援する多くのプラネタリウムや衛星追跡プログラムが存在する。アマチュアによる衛星追跡はスミソニアン天体物理観測所がアマチュア天文科の協力のもとソビエト連邦のスプートニク計画を追跡する計画。 オペレーションムーンウォッチを立ち上げた1956年にまで遡ることができる。これは第二次世界大戦に行われた敵の爆撃機のあたりをつけるグラウンドオブザーバーコープス計画に似ている。ムーンウォッチは1958年に専門家による観測が展開されるまでは非常に重要な役割を果たした。 この計画1975年に中断される。1958年にスミソニアン天体物理観測所によって人工衛星の追跡を目的としてベーカーナンカメラがアルゼンチン、オーストラリア、キュラソウ島、スペイン、日本、インド、ペルー、南アフリカ、イランとアメリカ国内の3カ所に計12台が設置された。 日本国内では当初東京天文台、三鷹観測所に設置されたが、1968年に、同平観測所に移設された。2008年2月、ニューヨークタイムズの一面にアマチュアサテライトウォッチャー、テッド・モールザンとアメリカの偵察衛星 USA193 に関する記事が掲載された。2008年2月21日に、USA193 は、 アメリカの衛星破壊兵器実験により破壊されていたのである。アメリカの当局者は USA-193 に関する情報提供に消極的であったが記事によれば彼の観測によって政府の重要秘密を一部明らかにしインターネット上でそれらを共有したという。NASA の軌道観測グループは地球軌道上の1万以上の物体に関する 情報を無償提供している。近年では安全上の脅威であると判断され、2008年には OG のウェブサイトをアメリカ空軍サイトに移し、情報を制限する試験的なプログラムが行われている。世界には多くの衛星観測クラブが存在し、中には賞を出しているものもある。ありがとうございます。